有生体、足ぶとひめぐネロをしますクラスプスは、姫雲科の雲である。枝先などに不規則毛を張る。ごく普通種ではあるが、花粉を食べていることが発見されていたり、子育てをすることが知られていたりと修正面では、面白い雲である。体長は、メスで3.5から4.6ミ、mm、リメートル、オスで2.8から4ミリメートル程度の小型の雲で、ある。東京部は卵型で、 首溝、放射光が明瞭。腹部は卵型で、背面中央に黒褐色から、赤褐色の波形紋がある。この紋は、菱型っぽい紋が三つ縦に並んでいるようにも見え、その外側が白っぽくてよく目立つ。さらにその外側は褐色になっている。オスの第一脚体節の末端が太くなる。別名にハガタグモ、鎖ヒメグモ、コノハヒメグモなどがあったよし。 北海道から本州、四国、九州、それに南西諸島から知られる。国外では韓国と海岸近くの樹林に多いが平地から山地まで広く見られる。山林や林道などに多いが神社や公園でも見られる。木の枝と葉の間に不規則網を貼る。網の糸には粘玉がついている。テント状のシートを組み合わせて貼る例もある。特に紅葉樹に多い。 特殊な生態として、宮崎県において、本種が、扉の花のところに網を張り、花粉や蜜を食べることが確認されている。これは日本において、雲が植物質の餌を食べた初めての報告である。生活史については、年一かとの報告もあるが、年にかせと考えられている。生態は1年にわたって見られるが、4から6月と9から10月に、個体数が、 明らかに高くなる。この時期に繁殖を行っているらしい。メスは丸くて白い卵嚢を作り、網の中で上顎に加え、抱えるようにして保護する。この時期には、網に餌がかかっても無視する。妖精が卵嚢から出る前に、メス親は卵嚢に噛みついて、穴を開け、妖精はその穴から脱出する。卵嚢から出た妖精は、最初の2日間は動かず何も食べない。 三日目から四日目は、メス親から与えられた餌を食べる。それ以降は、妖精は、母親と共に獲物を捕らえる。この時期になると、母親がいなくなった場合には、妖精自身でも餌を取る。獲物を捕らえる手順は、以下のようである。獲物が網にかかると、メス親は素早く接近して捕らえ、隠れ家に運ぶ。その後に、糸で巻き、それを網に縛り付ける。 乱納はあっても妖精が出ていない段階では、普段と同じにメス親はすぐに獲物を食べ始める。妖精がいる場合、メス親は獲物を離れ、網の周囲に移動する。この際、妖精と接触することは見られない。その後、妖精が餌を食べる。ヒメグモなどでは、メス親が妖精と共に餌を食べることが観察されているが、本種ではこのような行動は見られない。また、 母親を入れ替える実験から、この種では、母親が自分の子であるかどうかを判別している、可能性が示唆されている。コアシブとヒメグモ、有生体同じくらいの大きさで、同じような格好で見られるヒメグモ類は、複数族にまたがって数多いが、反問がはっきりしているのでそれらとの判別はたやすい。ただし、同族にはよく似た別種があり、日本では、本種以外に次の種が知られている。 これらは本種とよく似ており、また分布域も前種は本州から韓国、後種は奄美南の南西諸島とある程度重複している。いずれも本種よりやや小柄ではあるが、正確な童貞には生殖期など細部を確認する必要がある。また、両種とも最近の記載になるものなので、1980年代以前の報告ではこれらが混同されている可能性がある。 小野辺ちょ P368 や、ホカピか P47、ヤギ沼 P41、ヤギ沼 P38。小野辺ち三 P368、深海 P96。浅間ほか P47、深海 P96。伊藤ンコヨープ、74、平松谷川。伊藤ンコヨープ、78、浅間ホカ P47、ハット伊藤ンコヨープ、76。 伊藤新海オの編著 P 三 P368 ありがとうございます。